こんにちは、まめと申します。サイコロサイコ第5の出目、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで前回交通事故にサイコちゃんが遭いまして、奇跡的に生き残りましたがね、足を骨折したんでしたよね。でその時になんかすごい救急車を呼ばないでお父さんにまた怒られちゃうって言ってたんですけど、そこちょっと気になる部分ですよね。ただちょっとナイーブなことなので踏み込んでいけませんでしたね。でその交通事故の翌日に学校に普通に来ていらっしゃったんですよね、サイコちゃん。でそのお昼休みにナナちゃんに呼び出されて、あんたの不幸体質がメタロウに移ったらいけないから近づかないでってちょっと釘を刺されたんですよね。さてさて、釘を刺されましたがどうなっていくんでしょうね。はい、その釘を刺された放課後ですね。放課後、夕焼けがオレンジに輝く時刻、綺麗ですよね。あいつどこにいるんだ。今朝会ってからサイコの姿を見ていない。別に約束をしているわけではないけど、なんとなく心配になって思い当たる場所を探してみた。ただでさえ普段からどんくさいんだから、こんな時ぐらい手伝えることは手伝ってやらないと。教室、校庭、花壇、あ、いたいた。やっぱ花壇にいらっしゃるんですね。僕はいつもの調子でぼーっとしているサイコの元へ歩み寄った。泣いてる。それはナナちゃんに言われたから泣いてるのかな。なんだろう。メタロウか。僕を見つけるなり泣き出しそうな悲しい顔をする。なんだよ、今度はどんな不幸があったって言うんだ。あ、待ってちょっと早速来ましたね。開始2分でやってきました。メタロウの命のかかった選択肢と、どうなんだろう、同情した方がこのまま話が進んでいくんじゃないかな。同情しないと本当にサイコちゃんと関わらない。でも同情した方が関わって死ぬ、いや同情しない方がサイコちゃんと本当に関わらないみたいな感じになるのかな。いやどっちだろう。頭回んない。でも同情しないでバッドエンドに行くと見た。僕は少し思い直した方がいいのかもしれない。自分は言うほどできた人間じゃないだろう。親に、扶養してもらって面倒を見てもらっている子供に過ぎない。誰かを救ってあげるには早すぎるんだ。もっと大人にまだ読んでる最中でしょ。いやーって何それは。本当にごくごく自然的に上から植木鉢が落ちてきた。ファイナルアンサー。それとも故意的に七条に殺されることはないよな。まあ、なんだろうね、この赤いトマトケチャップは、と。いやー。僕は不幸にも、校舎の屋上から降ってきた鉄骨の下敷きに、なってしまった。僕が死んだんですね。サイコちゃんかと思ったら あっけなく死んだ。理不尽ですね本当に。サイコちゃんといたからですかそれは。まあ同情してあげましょうかね。はいはい、サイコちゃんに優しくしないと死ぬようです。ということでサイコに同情しましょう。とやれやれと思いながら彼女の頭を撫でようと手を伸ばす。ダメ。サイコに突然突き飛ばされて、僕は地面に尻餅をついてしまった。そしてそのすぐ隣でガチャンと何かが割れる音がした。植木鉢か。いってって、まったく何すんだよ。お、かわゆす下からアングルサイコちゃんと。目を開けるとサイコと目が合う。僕の上に重なるようにして彼女は倒れ込んできていたのだ。重たい。でもこいつとこんな至近距離で見つめ合うのはこれが初めてかもしれない。いつもぼんやりしているくせにこういう時に限って何も言わないんだな。
音がした方に目をやるとバラバラに割れた植木鉢の残骸が散らばっていた。まさかこれが僕の頭に落ちてきたっていうのか。おいおい冗談だろ。さっきの世界戦では植木鉢よりもっと破壊力の強いものが落ちてきましたが、こんなものが頭に当たってしまったら僕はどうなっていたんだよ。そんなの考えたくもない。今にも泣き出しそうな声を絞りながら両手で顔を覆っている。僕はその震える背中に手を置いてポンポンと優しく叩いた。僕がお前を助けてやる。大丈夫、絶対に助かるよ。あ、そっか不幸体質のことに同情してたのか。ちょっともうやばい、今日頭が本当に回ってない。僕がお前を助けてやる。これもう即落ちでございますね。キュン。はい。頑張っても頑張ってもダメなんだよ。言いながらサイコは目に涙をためていた。メタロウ君に何がわかるの？何もわからないでしょ。もうどうしようもないんだよ。サイコは呪われてるんだもん。彼女はきっと努力をしてきたのだ。僕と出会うずっとずっと前から、諦めと絶望と自分の人生に対する失望でサイコは苦しんでいたのだ。メタロウ君、もう私に近づかないでほしいの。胸を締め付けるような一言が僕を貫いた。そうしないと今度はメタロウ君が死んじゃうかもしれないよ。ガラスの破片のように僕の心にぐさぐさと鋭い言葉が突き刺さっていく。それだけ言い放つとサイコは僕の前から走り去っていった。なんでだよ。僕が何をしたって言うんだ。なんでこんな悔しい思いをしなくちゃならない。彼女をただ救いたい、助けたいって思っただけじゃないか。そんなことですらもこの世界は許してくれないのだろうか。彼女が最後に見せた苦しい表情が目に焼き付いたまま離れずにいる苦い表情だった。僕では彼女を救ってあげられないのだろうか。僕なんかの力じゃ彼女の不幸の強さには遠く及ばないってことなのか。僕なんかが彼女を救ってあげるだなんて思い上がりだとでも言うのか。そんなことはない。こんな僕にだって誰かを救えるかもしれないじゃないか。やってみなくちゃわからないじゃないか。試してみるまで結果なんてわからないんだ。人生は一瞬だ。うだうだ悩んでいる時間なんてない。だから僕は明日もサイコに声をかけようと思った。ちゃんと来てくれるかな、サイコちゃん。はい。なんでこの不幸体質になってしまったみたいな、なんかあるのかな、そういう裏背景。はい。そしてサイコちゃんおうちターンですね。おはよう、お母さん。リビングで朝食の、支度をしている母に挨拶をした。サイコ、お父さんのお仕事がなくなったのよ。私の挨拶は無視され、父のリストラについて聞かされる。昨日怒ってたね。サイコはどうしたらいいのかな。あんたにできることなんか一つもないわよ。私が投げた質問もバッサリと切り捨てられてしまう。もう最悪よ。私ももっと働きに出なくちゃいけないんだわ。私なんかの給料じゃカバーできないじゃない。暗くつぶやきながら母は絶望したように頭を抱えていた。お母さん、
私、学校辞めるよ。そしたら、お金、かからないよね。ね。そんな提案をすると、母は私の方をギラリと睨みつけた。何を言ってるの？そんなこと許されると思ってるの？学校には行きなさい。どうして？私、二人のためなら行かなくても平気だよ。あんたが学校に行かなくなったら、私たちが世間から白い目で見られるでしょ？それからというもの、父はパチンコ店に通い始め、人生を諦めたかのように散財するようになった。ああ、クズすぎる。俺が一発当てればいいんだろう。大丈夫だって必ず増やしてくるからさ。ああ、もう負けフラグがビンビン丸すぎる。母は何かの施設に出入りするようになった。高そうな壺や動物と人間が融合したような像を家に持ち帰ってくる。ああ、宗教にはまってしまったわ。ああ、家庭崩壊だ。見て、サイコ。これは家に置いておくだけでお金が貯まる壺よ。この像は南国の守り神でね、部屋に置いておくと幸せになれるのよ。違和感を感じていても、私には二人がおかしくなっていくのを止められない。何もできない、役立たず。しばらくして、ヤクザのような人が頻繁に家に押しかけるようになった。どんどんと、家の扉を乱暴に叩いて、隣声を浴びせてくる。父はパチンコに、母は妙な施設に行ってしまった。今家の中には、私だけだ。いるんだろう、わかってんだぞ、と。やばいやばい、どうなんの？声はどんどん大きくなり、私は押し入れの中に逃げ込んだ。震える手で口元を押さえ、呼吸を抑える。呼吸を止めて一秒あなた。いつまでも鳴り、音は鳴り止まず、私はいつの間にか涙を流していることに気づいた。いつまでだ。私はいつまで、こうして怯えて暮らすのだろう。これはその夜、彼らの住む町では小規模な火災が起こっていた。彼らの住む町、ヤクザさんの住んでる町ですかね。メラメラと激しく燃え上がるアパート前で、ポカンと立ち尽くす一人の女の子。あれ、サイコちゃんのお家か。ヤーさんに燃やされたのか。いや、絶望の顔。やばい、悲しすぎるよ。絶望の顔の横にちょっとウサがいるの癒されるよ。なんて。アパートの周りは野じ馬で溢れ返り、大勢の悲鳴が聞こえてくる。消防隊が消火活動を行っているが、火はなかなか収まらないようだ。その悲惨な光景を見て、立ち尽くしていた女の子は、やがて膝を地面につけて、脱力した。私のせいだ。どうしよう。彼女が住んでいたのは、そのアパートの1階の部屋なのだ。まさにそこが火の元となった場所だったらしい。その透き通った瞳からポロポロと涙が溢れてくる。お父さん、お母さん、私を置いていかないで。彼女の目に映っているのは絶望か、亡くなった両親との思い出だろうか。お父さんとお母さんが中にまだいるんだ。それとも？ああ、でも続く。両親いなくなっちゃったけど、
これからどうなるんでしょうか、サイコちゃんは。なんで火事起きたんだろうね。寝てる間に屋さんに燃やされたのかなと思ったんだけど、わかんないですね、なんで燃えたのか。朝の支度を済ませた僕は早々に家を出る。今日もあいつに声をかけてやる。待って、一日待って、昨日あった出来事はちょっと一日の中で全てあった出来事なのか、すごい濃すぎる一日を過ごしましたね、サイコちゃん。サイコちゃん。そんで綺麗にセットしたであろう頭をくしゃくしゃにしてやるからなと、気合十分で飛び出して学校に着いたものの、花壇にサイコは見当たらなかった。さすがに来てないか。サイコ今日は来てないのか。なんだか拍子抜けした僕はとぼとぼと教室に向かった。ふと授業中に嫌な予感が頭をよぎってしまう。まさか僕あいつに避けられてるんじゃないよな。そうだとしたら割とショックだ。結構好かれている自信はあったんだけどな。いや、ただ休んでいるだけかもしれないぞ。きっとそうだよな。そうであってくれ。別に友達でも恋愛対象でもなくて、あいつのことなんてどうでもよかったはずなのに、今は逆でサイコのことが気になって気になって仕方がない。そういう子いるよねって。ま、顔は可愛い。顔が可愛いからほっとけないよな。助けてあげてその見返りに何かを求めているから、自分を神様扱いしてくれるから、それともかわいそうなあいつを助けようとするかっこいい自分に酔っているだけなのか。ブンブンと首を振る。変な考えはどっか行け。やっと昼休みになった。あいつがいないと時間がゆっくり流れているような気がする。気になって隣のクラスの人にサイコのことを尋ねると学校を休んだらしい。そっか、そんな日もあるよな。休んだ理由はわからないと言っていたので詳しくは知れなかったが、それが分かっただけでも収穫だ。サイコちゃん、学校休んだんだってな。隣のやつから聞いたぞ。雪丸ちゃんも気にかけてくれてる。雪丸がいつもの調子で声をかけてくる。彼は相変わらずキザな感じで壁に体重をかけていた。いやでもまあ雪丸ちゃんがやると絵になるね、それらしいな。何かあったんだろうかと。まあ、格好つけてらしいな。はい。なんだお前も知らないのかよ。本人から何か聞いてるかと思ったのにな。まあ、なんだよこいつ、僕よりも知っていそうな口ぶりだな。ちょっとムカつくぞと。お前さ、昨日ウサトリアのあたりで火事あったの知ってるか。ああ、そういえば今朝クラスの奴らがそんな噂をしていたような気がする。確か木造のアパートの1階から火が出たとかなんとか。聞いた話だから本当かどうかわからないけどさ、燃えたのサイコちゃんの家らしいぞ。その言葉を聞いた途端、一瞬僕の脳が思考を止めた。生きてるのってなるような。大丈夫なのかって。なんだよそれ。何かを考えるよりも先に僕は教室を飛び出していた。確かめないと。今の僕を動かしているのはその一心だけだ。電話をかけてもよかったが、なんとなくその時は体が先に動いたのだった。数十分でたどり着いた場所にはヤジ馬が群がっている。サイコの住むアパートは無残にも黒焦げになってしまっていたのだ。こんな状態じゃもう人は住めないだろう。なあ、どうなったんだ。サイコは生きているのか、それとも。震える手でスマホを取り出して彼女にかけてみる。ああ、コールは鳴る。ああ、おかけになった電話番号は現在使われておりません。え？どうにもならない絶望感がこの胸を浮かして、
僕の手からスマホが滑り落ちる。そのまま地面に転がったスマホは画面に少し亀裂が入ってしまった。通じない。まさか本当に。どうしてだよ、こんなのあんまりじゃないか。彼女の安否を確かめることもできずに、もやもやしたまま数日が過ぎていった。やべえ、サイコちゃん一回も出てこないまま前半のパートが終わったよ。あ、でもこれサイコちゃんし、いいし、いや、どっちしてんだ、あれから数日後のある人。ああ、メトロしてんだね。授業が終わり、学校から出た僕はまっすぐ自宅に向かう。サイコを失ってからなんとなく何をやっても気分が上がらない、落ち着かない。でもニュースとかでさ、なんか、あ、でも火災で亡くなったら身元が判明しづらいからわかんないよな。なんか死体は上がったけどみたいな、身元は判明しないみたいな、そんな感じかな。ナナや雪丸に遊びに誘われても気分が乗らなくて全て断ってしまっていたのだった。薄暗い路地、夕日で落ちた自分の影を見つめながら一歩一歩歩みを進める。知らない人とぶつかって転びそうになるが構わない。ざーっと風が吹いて、なんとなく目線を上にやる。横断歩道の向こうに見覚えのある背丈の女の子を見つけて、僕は目を疑った。サイコ、あ、喪服着てる。じゃあお父さんとお母さんは亡くなってお葬式してたのかな。でも、いや、やめとこその子はぼーっとした表情で猫背のままとぼとぼと歩いている。親戚とかおばあちゃんおじいちゃんのお家にいるとかかな。数日中ぶりに見たその姿はいつもと同じはずなのに、決定的に違うところがあった。それは黒い喪服に身を包んでいたことだ。サイコ、無事だったのか、サイコーとすぐに駆け寄り、思わず彼女の体を両手で抱きしめる。うん、痛いよメタロウくん。心配してたんだぞ、本当に死んでしまったのかと思って。僕は言いながら涙がこぼれ落ちそうになってしまう。ごめんね。でも、もうサイコには近づかないって約束したよね。そんなの認めるわけないだろうが。僕はそんな約束した覚えはないんだよ。ギリッと睨みつけると、彼女は不安そうな表情を浮かべた。え、怒ってる？私もね、メタロウくんに会いたかったよ。でも、ナナさんに。ナナ？どうしてあいつの名前が出てくるんだよ。あいつは関係ないじゃないか。メタロウくんと、もう会うなって言われちゃったから。だから、会っちゃダメなんだよ。その時、僕の手は怒りでプルプル震えていた。もう言葉も出てこなかった。許せない。許せるわけない。いいか、僕が関わる人間は自分で決める。ナナじゃない、僕自身だ。そう言い聞かせると、サイコは目を潤ませながら小さくうなずいた。それはそうと、サイコはどうして喪服を着ているんだ。まさか。あ、どうば。これどっちの方がバッドエンドに行くのかな。二人を送って、このもしかしてまたってなんだろう、よくわかんない。またって何のまたなんだろう。二人を送ってきたのかはね、まあお父さんとお母さんなんだろうなってわかるが、これよくわかんないからちょっと一回見ていいですか。バッドかハッピーかわかんないはい、もしかしてまたとわかんないからね。お父さんとお母さんが火事に巻き込まれて、それで私のせいなの。メタロウくん、どうしよう。私
生きているだけで人に迷惑かけちゃうよ。サイコの目からポロポロと涙がこぼれてくる。私なんていない方がいいんだ。私が死んじゃえばよかったんだよ。縁起でもないことを言うな。災いなんてあるもんか。そんな迷信僕は絶対に信じないぞ。どうせ私が死んでも悲しむ人なんていないもん。目の前に、います目の前に、メタロウ。僕の熱のこもった言葉を聞いても彼女はうつむいたままだ。ねえ、私が死んだらメタロウくんは悲しんでくれる？私のために泣いてくれる？なんで血出てんの？サイコの口からドロリと血が溢れてくる。なんで急に？どうしたの？私ね、メタロウくんのこと。僕はその時まだ気がついていなかったんだ。なんか毒でも飲んでんの？何何？まさかそれが彼女の最後の言葉になるだなんて。バッドエンド、服毒自殺。私が生きてたらさらに不幸が続くから、私さえいなくなれば全て終わるんだってことで。いや、メタロウは悲しむよ。もうサイコちゃんのこと完全に好きになってたもんね。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりたいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。今日マジ頭回らなすぎて、ちょっと自分でなんか変なこと言ってそうで見返すの怖いな。はい、ということで、すいません、次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。いやー、エアコンの効いてない部屋で実況するのは自殺行為だぜ。